ヤンディスマス・ゼレンカ、ヤンディスマス・ゼレンカは、ボヘミアに生まれ、ザクセン選定公国のドレスデンで没した、作曲家である。ザクセン選定公に仕え、宮廷のカトリック教会作曲家として主に、ドレスデンで活動し、実質的な宮廷副学長として、宗教音楽を多数作曲した。当時、ライプツヒの聖トマス教会のカントルだった、ヨハンゼバスティアンバッハとは、 面識があり、彼がゼレンカを高く評価したことが知られている。第二次世界大戦中に失われた作品もあるが、残されたものが再発見され、ーボエ奏者のハインツ・ホリガーの6つの鳥をそなたの演奏、録音による紹介などから、20世紀中4以降になって改めて評価されている作曲家の一人である。ヤン・ディスマス・ゼレンカは、 1679年10月16日、現在のチェコのプラハ近郊をローニオビツェで、イジーク・ゼレンカとマリア・マグダレーナの間の長男として生まれた。ゼレンカは、プラハのコレギウム・クレメンティヌムというイエズス会系の学校で教育を受けたと考えられている。初めての作品の記録は、1704年にこの学校で演奏された。 ヘルジュマミア・コプチェルニン伯爵の先祖の武勲を記念した学校劇月桂樹の道であるが、現在は失われてしまったために詳細は不明である。彼は後にもこの学校に4曲の作品を書いている。1709年、プラハのヨーゼフルートビヒホンハルティヒ男爵の宮廷楽団にコントラバス奏者として使えたと推測されている。同年、クレメンティヌムのためにカンタータ。 あるは薬病をもたらしを作曲。1710年にドレスデンのザクセン選定校、フリードリヒアウグスト一世の宮廷楽団のコントラバス奏者となる。1711年、ドレスデンでの最初の作品、セイセシリアのミサを作曲。1714年には報酬が上がり、さらに1715年11月には旅費が支給されて、聖死のイタリア旅行に随行。 随行員には、後に、ドイツ随一のバイオリニストとして知られるヨハンゲオルク、ピゼンデルも含まれていた。ただし、ゼレンカの使命はイタリアへの音楽留学ではなく、ビーンで宗教音楽を筆者してくること、当時の神聖ローマ帝国宮廷学長、シュテファン大聖堂学長のヨハン・ヨーゼフ・フックスの下で、作曲を指示することであった。 1716年から約3年間ビーンに泊まり、カプリツェを作曲。同時期に、フックスの元に留学していたヨハン・ヨア・ヒム・クバンツに、対位法を教えている。1716年頃に、フックスの推薦によって、イタリアのベネツヤで、アントニオ・ロッティに支持したという説、アレッサンドロ・スカルラッキと会ったという説があるが、確証はない。1719年2月に、 ドレスデンに戻り、コントラバス奏者としての活動を再開。彼の能力が認められたらしく、報給も1720年には500ターラーにまで上がり、1721年には、教会音楽の副学長の座につく。ちなみに1723年に、トーマス・カントルに就任した大バッハの収入は、加算手当や臨時収入を含めて、年間ほぼ700ターラーであった。 1722年から11年間は、ゼレンカの生涯においても最も多作であり、活動的な期間であった。当時の宮廷学団では、カトリック教会には、ヨハンダーフィトハイニヒエンが、プロテスタント教会には、ヨハン・クリストフ・シュミットが、学長職に就いていたが、前者が病弱だったために代理を務めることが当面の、ゼレンカの職務であった。1728年に、 シュミットが1729年に肺に被ンがなくなると学長が空席となったため実質的にゼレンカが学長職を代行するようになったと考えられている。しかし1731年にゼレンカに与えられたのは作曲家という平凡な肩書きにとどまり1734年には当時オペラにおいて一世を風靡していたヨハン・アドルフ・ハッセが 宮廷学長に就任した。ゼレンカには1735年に宮廷作曲家の称号が与えられただけだった。新選帝公、フリードリヒ・アウグスト2世に請願していた550、ターラーの年俸の増額も認められなかったが、ハッセが不在の売りなどには変わらず学長代行の職務を遂行していた。1736年に生産味一体のミサを作曲。 1739年、病気から回復したことを神に感謝するために、法能ミサを作曲。前者は演奏時間約60分、後者は約70分と、作品の頂戴化が目立つようになる。なお、大バッハのミサ曲路単調について、ゼレンカをはじめとするドレスデンのザクセン選定校に、使えた作曲家たちのミサ曲との類似性が指摘されている。 1740年から41年にかけて、ゼレンカは、最後のミサという全6曲の連作ミサの作曲を計画した。しかし、第1作、父なる神のミサ、第2作、神の巫女のミサ、第6作、諸星人のミサを完成させただけであった。1745年12月23日、オーストリア継承戦争で、 プロイセン軍がドレスデンを占領している最中に66歳で死去。翌24日、カトリック墓地に埋葬された。ゼレンカは生涯独身だった。肖像画は伝わっていない。ゼレンカの作品は、ボルフガングライヒによる ZWV 番号が付けられている。ゼクシシャラ・ンドス・ビブリオテック、ドレスデン1985。ありがとうございます。